休憩前に引き続き会議を開きます。37番平武志議員。皆さんこんにちは。新会派令和長崎の平武志です。初めての一般質問でありますが、今回は30分という時間の制限がありますので、質問通告に基づき安心して暮らせる公共交通の仕組みについて、1、斜面地域団地への公共交通充実の考え方の件に絞り質問させていただきます。市長並びに理事者の皆様の簡潔な答弁をお願いいたします。はじめに、年号が平成から令和に変わり、長崎市議会には独自のカラーを持った新人議員が8人加わり、これまでの市政を支えてきた先輩方とともに新しい4年間の船出となりました。合わせて先の選挙で当選し4期目を迎えた田上市長とともに、長崎市議会と市政が両輪となって、これからの長崎市の方向性を議論し、未来を担う子どもたちにとって夢と希望を持てるまちづくりに取り組まなければならないと思っております。しかしながら、現在長崎市はさまざまな課題を抱えています。1月に総務省から発表された統計では、長崎市の人口流出が2376人と報告がありました。人口流出は行政だけで解決できる問題ではありませんが、官民一体となれるように長崎市がリーダーシップを取り、民間からのアイデアにも耳を傾けながら、暮らしたいと思わせる魅力あるまちづくりのために、ぜひ大胆な子育て政策や AI を活用したスマートシティへの取り組みなど、次世代を見据えた政策提案に期待しています。さて、ここから今回市から提案された、これから4年間で取り組む重点プロジェクトの中の、安心して暮らせる公共交通の仕組みを作るについてお話しいたします。先の5月13日に行われた市議会臨時会の市長挨拶の中で、田上市長は長崎の未来の基盤となる経済、町の形、町を支える仕組みという3つの分野の進化を目指すとおっしゃられていました。今回提案された、これから4年間で取り組む重点プロジェクトも、その3つの分野の進化版の提案ではないかと考えています。そこで、その中にあった町をつなげるプロジェクトのミッション、どこに住んでも暮らしやすい町にするについてお尋ねしたいのですが、その前に少しだけ、なぜ今回この質問に至ったかをお伝えします。平成23年、私が住む長崎市北部の斜面地にある小さな団地の自治会では、団地造成から40年が経ち、住民の高齢化が進み、日常生活が大変になってきました。そこで自治会では役員会を重ね、団地内に公共交通を新設してほしいと長崎市に相談しました。残念ながら、その時は団地の規模が小さい、利用人数が少ない、採算面から考えても運行は無理と断られました。その後、私自身が自治会長を引き継ぎ、相乗りタクシー案や公共交通空白地有償運送などを検討するなど、団地住民のための生活の足を提案したのですが、持続継続できる方法が見つからず、その小さな団地では年数だけが経ってしまい、高齢化はさらに進んでしまいました。また現在、市内各地で進めている地域コミュニティの仕組みづくりですが、私自身も2つの地域の準備委員会のメンバーとして2年前から携わり、その他の地域でも協議会メンバーから話を聞いています。その他の地域でも、失礼しました、各地域の住民話し合いの場で、さまざまな暮らしの課題が出されていますが、どの地区でも話が上がるのが
暮らしやすさにつながる公共交通のこと、いわゆるコミュニティバスや乗り合いタクシーの話題に、が議論に上がっています。先日話し合いに参加したとき、ある70歳代の市民に話を聞いたところ、買い物に行く、病院に行く、友達と遊ぶなど当たり前の生活が大変になってきたと悩みを話されていました。坂の町長崎には市役所からも見える通り、山際の斜面にびっしりと生活のための家屋が立ち並んでいます。平地が少ない長崎の町ならではの光景として、観光客には長崎らしさとして映っていますが、現実的には斜面地で暮らす人たちの高齢化が進み、暮らしやすい町とは言い難い状況が年々進行しています。ただ斜面地に暮らす人、暮らす多くの人は長年暮らしてきた思い出が詰まった家屋で生涯を過ごしたいという人も多く、まさに今回のこれから4年間で取り組む重点プロジェクトにありました、どこに住んでも暮らしやすい町にするという市が提案するプロジェクトにつながるわけです。皆さんもご存知のように、斜面地が多い長崎市では独自の取り組みとして、平成14年から市内5地区で乗り合いタクシーの運行を行っています。平成14年に住吉の丸善団地地区と矢野飛田板林地区、平成16年に北大浦地区と金堀地区、平成21年には西北地区と現在市内では5地区で市民のための公共交通として市のサポートを受けながら乗り合いタクシーが運行されています。この5つの地域では年間延べ25万人が利用し、毎日700人以上が日常生活の足として利用しています。この5つの乗り合いタクシーの運営予算は合計で年間約2000万円です。この乗り合いタクシーが運行されている地域では、住民と行政、そして地元事業者との三位一体となった取り組みが実現しているわけです。実際に運行している地域の住民の一人は、病院や買い物に行くのが楽になったと話していました。また運行を担う、地元の事業者関係者は、地域で運行する乗り合いタクシーは公共交通の要素が大きく、地元への貢献としてお手伝いをさせていただいていると話していました。それとは逆に、先日私が同席した乗り合いタクシーの実現を目指す自治会の検討会では、自治会の住民が団地の高齢化が進み、団地内の公共交通実現は待ったなし、最近の高齢ドライバーが起こす交通事故のニュースを見ると他人事ではない、家族からも免許返納を言われるが、急な 坂が多い団地なので日常生活を考えると免許返納に踏み切れないと言われていました。さて、ここまで話したことを踏まえてお尋ねいたします。市長はよく暮らしやすさという言葉を使ってお話をしますが、今まで暮らしてきた場所で生涯暮らしたいと望む多くの住民にとっては、住み慣れた自宅での生活がまさに市長の言われる暮らしやすさなのです。この重点プロジェクトに掲げた安心して暮らせる公共交通の仕組みを作るとはどのような仕組みなのか、またどのような安心して暮らせる公共交通のアイデアをお考えなのか、お聞かせください。改めてお伝えしますが、私が市民から聞いているだけでも、外目、近海、奥陽、大園、横、野母崎、四季見地区の住民の方が、地域住民の暮らしやすさを支える公共交通の実現を望んでいます。これから4年間、重点プロジェクトの中でどのようにこの問題に取り組んでいくお考えなのかをお聞かせください。以上、本段からの質問とさせていただき、
答弁をお聞きした後、次席より再質問をさせていただきます。市長、令和長崎平武議員の質問にお答えします。1点目の安心して暮らせる公共交通の仕組みについてのカッコ1、斜面地域団地への公共交通確保の考え方についてお答えします。長崎市の公共交通の現状ですが、暮らしやすさを示す指標の一つとして、バス停や駅などから歩いていける範囲にどれだけの人が住んでいるかを表す公共交通の徒歩圏人口カバー率というものがありますが、長崎市は約 80% で、これは全国平均の約 41%、 50万都市の平均である約 62% と比較しても利便性が高い町となっています。一方で公共交通機関を取り巻く現状は、公共交通機関の利用者数が減少し、各運行事業者は赤字路線を黒字路線の収益で補うとともに、運輸部門の赤字をそれ以外の収益で賄いながら路線の運行を維持されている状況です。このように厳しい状況にあっても、人がどこに住んでいても行き来しやすく暮らしやすい街にしていく上では、公共交通のネットワークの維持は重要な課題であり、持続可能な公共交通機関へと転換していく必要があることから、長崎市としても公共交通の維持に積極的に関わらなければならないという認識のもと、町をつなげるプロジェクトを重点プロジェクトとして位置づけ、今後の4年間で市民が安心して暮らせる公共交通の仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えています。地形的な制約などから路線バスの乗り入れができない、いわゆる公共交通空白地域における現在の取り組みとしては、運行事業者へ補助金を交付する形で乗り合いタクシーを5つの地区で、また合併地区等でコミュニティバスやデマンド交通を9地区で運行していますが、利用者の減少などによって長崎市の財政負担も年々増加している状況にあります。こういった中、公共交通の維持は全国的な課題でもあり、国においても法律の改正も含めた新たな対応策が検討されています。こういった国の動向も重視しながら、例えば地域の身近な人同士がタクシーに乗り合わせて1人当たりの運賃を軽減する相乗りタクシーや、自家用車を利用する公共交通空白地有償運送など、交通事業者や地域の皆様と連携し、地域の実情に合わせた新たな仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。37番、平武議員。答弁ありがとうございました。それでは、再質問をさせていただきます。まず最初に、確認させていただきたいのですが、先ほど答弁でありました公共交通の徒歩圏の人口カバー率というのが、長崎市が 80% という数値が出ておりますが、これは全国的に見てもかなり高い水準であります。改めてちょっとお聞きしますが、市としては答弁のように公共交通が利便性の高い町という認識なのでしょうか、お聞かせ願いますでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えします。今お話になっております公共交通徒歩圏人口カバー率、これにつきましては、国土交通省が示しております、公共交通の利便性を定量的に表す一つの指標でございます。一定の便数を有する駅とか電停、バス停、そういったところからの徒歩で行ける範囲内、どれだけの人が住んでいるかということを表すものですけれども、そういう長崎市と同じようなといいますか、
その例えば東京とか福岡とかそういう大都市圏のところと比べればもともと公共交通の質が違うになっているその、まあ、主力のですね公共交通機関そのものが違うということでなかなかそことの比較は難しいと思いますけれども私どもとしましては、まあ、その中核市としての同じような人口規模を持つ地方都市と比べる中でにおきましては長崎市のこの人口カバー率 80% は非常に高い効率であって利便性が高い都市であると考えております。以上でございます。37番平武志議員、はい、37番です答弁ありがとうございます。その公共交通の徒歩圏人口カバー率ですが参考までに近隣の都市を調べてみました。例えば長崎市が 80% に対してお隣の佐賀は 42.2% 宮崎市は 59.1% で北九州が 81.5% で長崎市と大体同じくらいの数値になっております。で福岡市が長崎市が 80% に対して 85.7% と長崎市より 6% 高い数値です。ご存知のように福岡市はバスがあり JR があり地下鉄がありと長崎市より公共交通のカバー率が高いのは納得できますが坂の町長崎市に住む市民の感覚としては利便性が高い町という数値はなかなか受け入れられない認識のものだと思っています。そこで、現状把握のために、お答えいただきたいのですが答弁にありました、財政面のことですね、を少し、お聞かせ願いたいと思います。現在市内の5地区で、乗り合いタクシーが運行されていますが、近年ここ4年ぐらいで負担がどれだけ増加しているのか教えてください。またあと1地区あたりの平均でいくらぐらい、行政の負担が必要となっているのか教えてください。まちづくり部長、再質問にお答えいたします。乗り合いタクシー5地区に対する補助金でございますけれども、まあ、過去4年間ということで、まあ、実績のある27年度から30年度までの数字でご説明いたしますと、27年度におきましては869万というところから、平成30年度におきましては1441万円というところまで増加をしております。4年間の増加分といたしましては、572万円というところでございまして、まあ、1地区ということにならしますと、大体114万ほどの増加というふうなことで、把握しております。以上でございます。37番、平武志議員。はい、ありがとうございます。37番です。財政の負担が年々増加している状況は分かりました。ただ市民の暮らしやすさには、必要なサポートだと思いますので、現在運行している地域のサポートを引き続きお願いいたします。続いてもう一つお尋ねいたします。地域の実情に合わせた、新たな仕組み作りに取り組んでいきたいとありましたが、どのような新たな、取り組みを考えているのか、また、長崎市として、どのように市民の声に耳を傾けて取り組んでいくのか、いくお考えなのかを お聞かせください。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。まあ、実際具体的な取り組みといいましては、公共交通に対しての課題を持っていらっしゃる地域では、まあ、同じようにこういろんな悩みを持っていらっしゃるわけですけれども、やはり地域のそれぞれの状況が異なりますので、具体的にそれぞれの地域、どういったふうなやり方が適切なのかということにつきましてはです、ね、今後検討していく話になりますけれども、例えば先ほど市長の答弁にもありましたとおり、一例としましては、相乗りタクシーでありますとか、公共交通空白地、有償運送といったふうなことも出させていただきました。ただ、こういったものにつきましても、例えば相乗りタクシーにつきましては、料金の精算の仕
方であったりとか、全く見知らぬ人がその場で初めて乗り合わせるとかいったことに対する、まあ、抵抗感があったりとか、公共交通空白地有償運送につきましても、例えばタクシー事業者のサービスエリアに関しましては、それがなかなか、適用することができないとかいうようなことがございます。まさに地域の実情であるとか利用者の方の意向によってですね、そこでできるできないというのが出てくるわけでございます。長崎としましては、まあ、地域の方からのご相談があったりとか、我々の方がここは何とかしなきゃいけないんじゃないかという疑問があった場合におきましては、まあ、問題は分かっていながらもどうしていいか分からないというのが地域の皆様方の、まあ、実情だと思いますので、それに寄り添いまして、まあ、交通事業者とも連携をする形で、それぞれの地域に合った仕組みをですね、一緒に相談に乗りながら作り出していきたいというふうに考えております。以上でございます。37番平武志議員。はい、ありがとうございます。先ほど本田から私がお伝えしました、あの地域の、コミュニティの仕組み作りのですね、協議会の中でも乗り合いタクシーとかコミュニティバスの件はよく出てきます。ただ、その地域コミュニティ作り の予算の中で、はやはり、この乗り合いバスとか、コミュニティバスがなかなか、足りないという状況がありますので、同時進行でですね、市民からの声を聞いて、そういう地域コミュニティ作りとも連携しながらですね、進めていただければと思っております。最後にですね、要望をちょっとお伝えして、終わりにしたいと思いますけれども、実は今回のですね、一般質問ですけれども、私のちょっと身近な、方からの話が発端でした。実は私が自治会の役員をしているときに、ある地域のご婦人とですね、その時は70歳ぐらいのご婦人とちょっとお話をしてたときに、その乗り合いタクシーの話をしてたときにですね、そのご婦人が地域 のショッピングセンターに行って、キャベツ1個を買い切らんという話が出たんですよ。それでなんでですかという話をしてたら、たまたま私が住んでいる地域というのがバス停から急斜面が結構続いてて、階段がですね、約200段近くあります。で、その200段の階段を重い荷物を持って登るのがですね、なかなか難しいと。なので、その買い物に行った時は確かに食べたいものはたくさんあるんだけども、重さを考えて選んでしまうという話をされていました。実際にですね、200段ぐらいといえば、諏訪神社の長坂を入れた階段の数が193段です。で、あそこの結局県道沿いからですね、毎日あそこの坂を重いショッピングバッグを持ってご老人がですね、歩いて行っているというイメージと同じ形です。それでこの話ですけども、一見郊外地区の話のように思われるかもしれませんけども、実はベッドタウンと言われる住宅街での話です。ちょうど昭和40年代50年代に当時ニュータウンと言われ、高度成長期に団地が数多く作られました。しかしながら、半世紀が経ち、当時の家を建てた20代、30代というのが、の皆さんがですね、すでに70代、80代となっています。私が住む、先ほどご意見がありました、なめし団地の上床地区でもそうですけども、他にも、目の戸団地や小岩団地、西山台、南部でいうと、飛騨山台や晴海台、ダイヤランドなどもそうです。挙げたらきりがないのですが、長崎市内には路線バスだけではカバーしきれず、網の目のような公共交通を必要としている地区がまだまだたくさんあります。平成21年からここ10年ほどは、長崎市内で乗り合いタクシーの事業の新しい路線はできていませんが、10年前よりは、乗り合いタクシーを要望する声は確実に増えております。そこでですが、ぜひ地域からの要望に応えて、まずは要望する地域での実証実験に向けた予算の計上を
ぜひ要望したいと思っています。突然始められる事業でないことは重々承知しております。私たち議員も地域もあり、市民の声を聞いていきます。はじめに話したように、こういう公共要素の高い取り組みは、市議会と行政が両輪となって取り組むべき事業だと私は思っています。ぜひ地域から上がってくる声を聞き、まずは実証実験ができるように予算を計上をお願いしたいと要望しておきます。今回の一般質問は、要望をお伝えして質問を終了とさせていただきますが、令和長崎は団長に団長と同じように少しだけ早めに終わらせていただきますけれどもこれで質問を終了させていただきます。 Yeah.